ネイトの不思議作り DX。 You know what I'm saying、Yeah、We got this radio show, we got a flow. We gonna kick it so you know that we could go. I've got a lot to say, and there's no delay. And so look at my words as I spray. Yes, you may. You may hear me, I'm really polite. I want to show you and I don't give a fright. I don't bite. I am kind, we'll handshake. We're gonna be shaking the bake to make the earth quake.This is Japan, and sometimes it gets shaky. But you know, my heart, it's achy, breaky. With the country music and the American with the infusion, it's an illusion. With the mental intrusion, just how can we create what's at stake with the digital transformation? With Nathan, collaboration is something we're facing.This position, you're wishing, yes, I'm gonna have to show you, yes, you know this vision. We getting so high, and thank dog, we never tell a lie. We never hope to die, and we never cry. Instead we just talk, and we talk the talk, we walk the walk, yeah. 皆さん、こんにちは。私がネイト。不思議にふざけのネイト。もういろいろな名前があるんだけど、これからね、ネイトエクスチェンジね。ネイトエクスチェンジとエクスチェンジネイト。どこで？その Japan English Exchange。私が自分で開発したの留学のプログラム。もう留学したことある方は、もうしたことあるかどうか。私も早くもう18歳の時東京で留学しました。あともうその前に14歳と16歳がしました。もうあの何回私が留学したの後に本当に日本は住みたくなったの人が、私も英語を教えに来ました。もう日本のもう日本の奥さんと結婚して子供も作って、これからもう日本でもう素晴らしいの何かがしたいだけど、よかったこのラジオ番組で私たちがもうこれからもういいコミュニティが作ることができる。もう皆さん、私たちがコラボで我々の DX トランスフォーメーションができるようになる。あなたの不思議を作ることができる。作るのは街作り、やっぱり人作り、やっぱりもう何でもが作り。日本は岐阜に住むのもの作りが、もう自分のニューヨークから来ました。ニューヨークはもの作りがなくなった。だから日本に来た時も東京で人材のスカウトした時に人ともう本当に面接したの後にどこで紹介しても何をする、それが全部決めました。だからもう本当に今これを聞く人はもう本当に喜んでる。これから私たちがこの番組で皆さんが聞くの後にこれから何をするつもりは、もう私たちの明るいの未来を作り、それも作る。そう、あなたの明るい未来は自分のパーソナルブランドを作ると、もう私たちのコラボの後にそれがもう本当に次のステップは何ですかとか、もう今日本は皆さんが英語が勉強したんだけどまだ喋ない人が多い。もうどうしてまだ喋ないの、まだ何かがやってないの。例えば英語は教科書で勉強したら、もうね、私もう教科書でいいけど教科書じゃない、もう私は教科書じゃない、私は人。教科書の代わりに人とつなぐと、もう本当にもっといい未来ができる。もう私たちも最近テクノロジーが増えたけど、私たちも人間ですね。人間の他の人間と他の人間ともうね、情熱が増える可能性、それがもうもったいない。もう私たちがもう本当にこの番組で私たちの住むところももっと素晴らしくするの、街作り。もうお金が足りない人、あなたもこれからスピーチコンテストで奨学金もらうことをすると、もう私たちの全てのやりたいことがもう何でもできますよ。じゃあこの話をする。
ネートの勧め。そうじゃあ、私がこれから勧めすることは、もうね、皆さんこの DX、けど DX が何？どういう意味 DX ですね。OK、会社が DX がしたい。もうそれがみんなが分かってますよ。だけど会社はね、会社がどこで会社も、会社、町で会社。もし会社が入る前に、人間と町が、だから町の DX と人間が DX したら、もうね、会社とコラボができる。もうコラボができれば、もうコラボしないとお金がかかる。何が使うの？もうあなたがお金使うでも OK だけど、お金使わないとあなたの情報を使う。私たちのコラボを使う。もう人間何ができる？私たちがもうね、お金かからないの、オンラインのソーシャルメディアで私たちが会話してるの。もう皆さんがいつも会話、オンライン会話するときは、もう情報を作る。情報を作る、もう本当に会社が私たちの情報を売る会社あるよ。だけど、もう情報を作る人、私たちの会話で作った。だから私たちが情報を作る、私たち、誰が売るはず人は私たちよ。自分のもう情報を使うはず。どうしてオンラインで会話してるの？もうただ話だけじゃなくて、もうね。だから我々のコラボは、もし自分たちがのいい会話できるだけど、その会話の後に私たちの情報も使うと、それが私たちのこれからのもうコラボできるのプラットフォームはそっくりだと思うよ。だからもう本当にこの勧めのことは、私とコラボ、もうあなたのスケジュール、一番もう空いてる時間がいつ、私と予定を作る、私の予約を作る。And その一回会話の後に、あなたが、今度あなたが誰に会うつもり、次の予約、そのスケジュールを作る。それをおすすめです。だから、あなたのオンラインプロフィール、例えば自分のウェブサイト、自分の情報、例えば趣味は何ですか？何が好き？ね。あなたのできることは何？例えば、もうね、皆さんのできることはそれぞれ、例えば部活は何をしたとか、あと日本の人も素晴らしいのできる、例えばけん玉できる人いないですか？日本でけん玉したらもうもちろん素晴らしいだけど、アメリカの人がけん玉紹介したらもっと素晴らしいと思うよ。もうそれみたいな日本の文化が、もういろんな、もうね、誰でも日本の方が、外国の人が教えることがいっぱいあるとか。そしたら日本の人が、もう私の見方、英会話教室の先生で、みんな日本の人が先生、もうごめん、生徒ね、生徒。But、できれば日本の人、これから私が伝えたいのゲームは、その英語のカルタシステム。私が開発したの英語のカルタシステム。これから、カルタを作る、自分のカルタを作るときは、それが勉強のとき。And、もう一人とカルタとカルタあると、あなたバトルゲームすると、それがしながら友達とお知らせ、もう本当にお互いの、もうカルタゲーム作るとき、自分の大事の、もう自分の有名の大事の合意、単語とか全部あなたのカルタゲームを使うと、そしたらもうコラボして遊んでお互い覚えて次のステップできるようになる。そう、これみたいは私たちがもうおすすめすること、もうどうやって私たちがコラボしたらいい未来ができる。もう教科書の代わり、あなたはその勉強ですよ。そしたらもうほとんど人がね、もう死んだの後に勉強してるだけど、まだ生きている時はあなたの勉強でもうまだいい、もう未来作ることができる。そしたらもう本当にそれをおすすめです。私の日本とアメリカの時間で使うと、本当にそのいい可能性作ることができる。じゃあ次でね。
トのいい会話。はい、ネイトのいい会話ですね。だから今日の私が3つの英語の単語が教えたい。1つの英語の会話ね。これ、evolution。evolution。聞いたことあるかな ?evolution。OK。evolution の意味は、ね、このこと聞くとなんかエヴァンゲリオンみたいな。知らない。OK。evolution は、もう人間が変わっている。ね、もう私たちこれからね変わっている。例えば今の人間が私たちをデジタルとつなぐ人、あ、もうねバランスね、バランスが必要。もうちょっと怖い多分ね、あの人間とテクノロギー、テクノロギーあると人間いらないんじゃないですか。ターミネーターの未来とか違うですよ。あのもう本当に時々人間がもう一人で全部一人でできない。本当はもう普通はね他の人が必要コラボだけど、時々私たちだけもうね他の人いない。そしたらもう今の私たちみんなのマーケティングキャンペーンはオンラインロボットがあなたが客さんともう捕まえると、もうお金があなたの口座に入る、もうそれがテクノロギーがするとあなたはしなくていいのこと。時々めんどくさいことはもうテクノロギーでができるようになる。そしだけど人間が何がやってるの、あなたのスマホのスケジュール、そう朝の10時から3時まで営業の時間とか、それももう夜の時、例えば7時と10時までの夜、それもあなたのスケジュールと、そしたらそう、もうテクノロギーとコラボすると、もうあなたの素晴らしいの自分の話、集中、もう話したいのこと集中できる、あの、面倒くさいもしなくていい。そう、それが私たちがエボリューションでね、私たちがうまくできるようになるね。もうね、now、どうやって私たちするのは、は次の word ね、次の、そう、next word is、そう、あの、incubator。incubator。インキュベーターは何？例えば、OK、あの、ネワトリの卵。もうね、ほとんどその卵は、もうネワトリがその上に座るが必要ね。温めなきゃいけない。なんか、あの、もう。だけど、時々上に座るネワトリがないと、そのままの温かいの柔らかいの卵は絶対、まあ、守ることできるの部屋。そう、それがインキュベーターですね。だけど、これからあなたのパーソナルブランドね、私たちのグループとつなげないと、あなた一人で自分のパーソナルブランド、人がオンラインでパーソナルブランド開発は、皆さんがいつもお金が払うの。And お金ですると、お金がなくなると、もうあなたのパーソナルブランドもなくなる。大事なのは私たちのインキュベーターが、私たちのインキュベーターがお金いらない。我々の本当に情報だけ。あの、もう私たちはただもうね、ロボットじゃない、私たち友達だから、もう人とコラボしたら私たちが覚えると、それが私たちのもう仲良しの関係になる。もう本当の人とね、嘘をしない人もね、本当の何やってるのことを、もうそのこと開発、もう次のステップ、次のステップがしたい人は、それが私たちのもうグループで、それが私たちのインキュベーター。OK? Now、次の単語、これから伝えたいやつは、じゃあ、accelerator。accelerator。エクセラレーション。例えばあなたの車も行きたいならもっと早く行きたいはエクセラレーターと押すね。あなたの足で押す。But エクセラレーターは、例えばもし一人でね、あなたが DX したかった。お金払って、まだもうどうやってあなたの本当に DX したかどうかの数え方、何あの、
you know, DX ほとんどの人がもしオンラインお金作ることできれば私がちゃんと DX しましたとその意味ですよ。けど私たちのアクセラレーターの意味のはお金で数えない。本当にアクセラレーターは例えばあなたの本当の DX のことはお金は一番大事じゃない。一番大事は情報を交換している。So, 一番大事のはあなたのパーソナルブランドの情報。けど一人であなたの情報がちょっとわかんない。一番大事は他の人とコラボしたが必要。And他の人とコラボしたら映画、ビデオを撮るとそれも大事。So, 自分のマーケティングキャンペーンができること、例えばもうこれからもしあなたたちが一人で DX のキャンペーン始まったらこれから客さんがもうねアトラクトするね。 But 本当にあなたが客さんがアトラクトの前に他の誰かが開発したい、まず。これからアトラクトの客さんが一番素晴らしいのなんとかしてあげたいけど、まず私たちが他のね、コラボするの人と開発しなきゃいけない。そしたら、もうね、最後の伝えたいことは、それだけは、もう自分のアクセラレーター、自分のもうエボリューション and 自分のインキュベーターで私たちがこの素晴らしいのコラボができるようになる。そしたらあの次のことがね、ネイトのニューヨーク。じゃあ Now, ニューヨークのは私の出身ですね。皆さんがニューヨークは行ったことありますか？じゃあ行った時はもうどうでしたか？な、もしニューヨーク今行きたかったらどうやって、例えばもう JTB の旅行とかもう何しに行く、you know, 自由女神を見ることできるとかね。 But もしあなたがニューヨークの誰かに会いたかったらもうどうやって分かる、その人がいい人が悪い人が、その人が友達が友達じゃないの人、もう本当に英語も日本語もちょっとできない人だけど、時々も海外にニューヨークにいる時も寂しいじゃん。時々他の人間と仲良ししたいこと、それが私たちも もしもうね関係を作ること、それもすると英会話もうまくするためお金がいらないの。そうできだけどね、もしね、あなたが誰かに会いたいだけじゃなくて、皆さんが分かるかどうかけど、誰かがあなたと会いたい人がいるよ。あなたのことを探してる人はいますよ。But あなたのもうとつなぐ人が、あなたの情報が大事。もう日本の方でしょ。その趣味ある、その興味ある、そのね、できることもあるし、あなたのもう、すべてのもうあなたのスケジュールとか何がしたいとか、so, それはもう自分のニューヨークのこれから自分のオンラインマーケティングキャンペーンがたくさんニューヨークの人が私が紹介してる。もう今までも私のつないだニューヨークの人はみんな知ってるよ。あなたが紹介してる人は私知らない人じゃない。みんなが私のもうメンバーのなる前に私もちゃんともう話をする、面接している。例えば今 Facebook と行くと会う人はもう本当にいい人かどうかちょっとわからない。But できれば誰かが会ってから長い時間もうコラボができる人、それが一番いいマッチングができるだと思うから、もうだから自分のニューヨークのは私たちがこれからニューヨーク行く前にもうニューヨークで私たちがもうなんとかの日本の祭りが出たら、もう人が本当に素晴らしいの日本のつなぎたいもうになるのなんとかをあると、もう本当に私たちが日本がもっと人気
日本の人皆さんも、例えば私が英語を教えに来ました、日本に。アメリカはあなたたち日本語を教えに行こう。教えに行くの後に、それが教えに行く人がもう増える。それが本当に素晴らしいの、なんとかできればいいなと思います。ネイトの街作り。So, どうやってこれからこの素晴らしいの私たちの街がもうねスマートシーになることのは、So, 例えば私ミノカモで、ミノカモの隣もヒチソウで、もう私たちがこれから私ミノカモでだけど12カテゴリーのビジネスが、もう私が行って、例えば日本は私がたくさん仕事がありました、そしたらもう外国の方が もし日本に住むとどうやってお金作る、例えば英会話を教えるとか、もう今まで私したもうだけど、もしね英語のためお金がいらないなら、もし私がボランティアでできれば、人が喜んでると思う。So, 今これからどうやって私がもう日本でその役に立つ、もちろん英語は一つ、but, you know, 本当はもう日本の社会が、私みたいな外国の方が、その日本のもう社会の皆さんの、例えば赤ちゃんの若いと、もう小学生、中学生、高校、大学、仕事してる人とリタイアしてるの人、主婦の人と誰でも、私がみんながちょっと英会話のなんとかできるとか、そしたらもし私がただで人と話したら英会話ので、本当は私がやってるのことはちょっとマーケティングリサーチをする。もうマーケティングのリサーチだけど、これから私たちがパーソナルブランドを使うときに、もうね、もう自分のパーソナルブランド、これは自分のマーケティングをする。But このマーケティングの目的のは、本当にもし私たちが人をマッチングしたら、正しいの人をマッチングする。And, you know, 例えば日本はね、もし人が他の人を紹介したら、例えば合コンですね、合コン。合コンがやったことありますか？もう合コンはね、大事、もう皆さん例えば結婚したかったら、日本は最近結婚してるが減ってる、子供も減ってる、どうやって結婚してる人がまた増える、どうやって子供生まれる人がまた増える。もういいのはできれば、例えば、外国の人と日本の人を紹介したら、もうだけど、まずは結婚のためじゃなくて、まずはコラボのため。例えば、私も奥さんと日本の奥さんがいる、子供も、もう自分、私アメリカ人に、奥さん日本の方、自分の子供もこれからの、もう未来が、のイメージが日本とアメリカのその広い計画を作る。So,皆さんもこれからあなたの計画は日本だけじゃないよ。これからもっと国際のもう計画が作らなきゃいけないけど、もし海外の結婚したら、もうなんかそれも一つの可能性、もう一つの海外の方とコラボしたら、日本のもの作りの何かできて、商品できてる人がこれからアメリカがこれからもう営業しに行く、もう営業じゃなくて、本当に我々の営業は私たちの情報とアメリカ人ともうコラボしてから、この私たちのコラボで日本のものがアメリカで出る可能性になる。So, もっと楽しい、すべてのやりたいことはお金だけじゃなくて、もう私たちのやりたいはもっと友達ともっと深いの関係を作りたい。And, so, その意味で もちろんアメリカと日本が素晴らしいの関係ですね。もう私たちの歴史は大、
もうその先祖だけど友達になった、もうこれから私たちの関係が一番大事になる。And これからアメリカの人と日本の人がもう P2P、Peer to Peer Exchange できれば、次の時代がもっとの仲良しになる。そしたらね、ネイトのヒチソー。 And これからね、そのヒチソーは皆さんが分かるかどうか、これからもっと具体的なヒチソーの話ができる。例えばもうヒチソーは、例えば昔私東京に住んでいましたね。東京はみんな東京も知ってるかもしれないけど、もし田舎の違いは何とか、もうヒチソーはその一番の、そのもう田舎のモデルね。あのヒチソーの本当に川のもう水は本当に青いとか、もう年上の人もいるとかだけど、あのもうこれからもう私たちのヒチソーの友達が、これから私たちが彼のヒチソーでもあの紹介してくれるのネットワークが、もう私たちがそれぞれの方紹介したら、どうやってもう他の日本の方がこれから日本の空き家とリフォームできる、リフォームしたら人が泊まれると、もう田舎の人がいないの、人口が少ないの町がまた人口が増える。そのもうもちろんこれからすごい開発も皆さんがあのもういい未来を作るため私たちが頑張ってるから、あもうね、もうよいいかなこの話けど皆さん、あのありがとう。あもうね、もう今までちょっといろいろ話がしただけど、できればこの話聞いた人はもうこの番組がもっと素晴らしいの番組は、あなたとインタビューしたら、あなたのコラボが何してるのとか、みんながメッセージしてくるの。Of course we get more hip hop, more rhymes. I'll be rhyming sometimes. 日本語でそれでもいい。Nato, あの in this rap it is so free. So you're gonna see like itadakimasu.君の友達はございます。はい、おはよう。あの朝、昼、夜、晩、一番。ネイトは、Yes, I am a 肉まん。Yes, 中は美味しいよ。Yo, and that's fine with the 素晴らしい日本語と、はい、English you. We're gonna be mixing, you know, cause Nate, he's doing it all. Yes.Yeah, that's what I'm saying.